はい。えつ、ー、いてですね、チャンネルミキサーです。これはですね、各チャンネルをですね、うまくこう割り振ってですね、えー、好きな色に、自由な色を、えー、コーディネートしていくといったエフェクトです。じゃ、ちょっとやってみましょう。赤のとこですね、今0になってますね。ちょっとここ上げてみますよ。よはい。そうすると、はい、赤の要素が増えてきましたよね。はい。で、各チャンネルごとに割り振っていくんですけども、これ、例えば、今、赤のチャンネルで見ると、 明るくなってますよね。まあ明るくなると変なんですけども、数値が上がっています。例えばこれ緑のところでやると、緑の部分っていうのは緑の部分のチャンネルに影響するわけですね。赤の部分、緑の部分、青の部分といった形で、各チャンネルごとにこう割り振っていってですね、それで調整していくといったエフェクトになります。あとですね、ここ、モノクロのチェックを入れると、モノクロになります。